あの子は今頃どうしてるかな。君は恋人を作らないの？ああ、失礼だったかな。読みが外れていたら申し訳ないけれど、君には恋人がいないと思ったんだ。そうじゃなかったら、こんな頻繁に俺を訪ねてこないだろ。そうなんだね。君ならいつでも作れそうなのに。というと？なるほど。そういう考え方もあるんだね。いや、科学的に恋愛を定義するのは難しくてね。恋をしている人の脳の活動や分泌される物質はいくらでも調べられる。ただし、なぜ恋に落ちたのかという理由の証明は困難だ。現状、各個人が持つ無数の根拠を分類できていないからね。そうなるね。恋愛について俺は確固たる理論を自身では持てないから。しないよ。大事なことを忘れてしまうのに相手に申し訳ないだろう。恋人を作ることも恋をすることも俺にとっては縁のない世界だよ。自分ですることはないけれど、周りを眺めているとキラキラしていいなとは思うよ。俺と違って生きているんだなって。でも俺の
記憶障害にも何か意味があるのかもしれないと思ってる。このデータが今後科学の発展に役立つ可能性だってあるからね。誰かの役に立てれば俺は本望なんだよ。ありがとう。君は自由なんだから、キラキラしたことをしてもいいと思うよ。誰かを好きになって、誰かのために笑って泣くんだ。でも俺はキラキラした君を見たいような、見たくないような。なんだかおかしいな。君だからかな、君が誰のものにもならないでほしいなんて傲慢な願いだ。俺がとっくに捨てたはずの。少し変な気分だよ。君は心にヤモリが。イサギ君に捕まらないうちにお逃げ。この間リクト君の頭を撫でてみたんだ。怒るかなと思ったら、よん、ああ、雲を見てたんだよ。あの雲、ちょっとヒカル君の怒った顔に見えないかい？俺が君に惹かれた理由？人間の行動には理由をつけられないものもあるんだよ。ん？ああ、雲を見てたんだよ。おや？こんなところにヤモリが。イサギ君に捕まらないうちにお逃げ。この間リクト君の頭を撫でてみたんだ。怒るかなと思ったら、予想外の反応を示してね。研究室が散らかっているな。物が手に届きやすい範囲にあった。